さあ、ドアダッシュやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、最初の4枚目まではどこが本物かわからないので、当てずっぽでいくしかないですね。これは運がいいですね。5枚目からは下のピンクの三角の小さいところを狙っていきましょう。さあ、一番左ですね。さあ、余裕で1位でゴールできたと。さあ、パーフェクトマッチ。ここはすごいヘイト管理が重要ですね。ここでヘイトを買うと、次のラウンドでいじめられるし、ここで何もしなければ自分は無害な人間だとアピールすることができます。まあ、しかし密集しているときは相手を掴んだりしないと自分が落ちてしまうので、その辺はうまくやっていきましょう。この馬はすごいヘイト買ってそうですね。さあ、ずっと掴んでますね、この馬は。さあ、スライムクライムやっていきましょう。ここで馬が落ちることを願いたい。さあ、ジャンプを決めていく。さあ、球の動きをよく見て、サイドに避けていきましょう。これは引っ込んだタイミングでジャンプします。さあ、後ろから来てますが、落ち着いていきましょう。さあ、ここは今前に誰もいないので落ち着いていけます。あの馬が弁慶やりそうな雰囲気すごい出てましたけどね。さあ、前も後ろも人がいないのでゆっくり進んでいきましょう。この辺左端行くと安全ですね。さあ、無事にゴールと。さあ、最終ラウンドになりました。ロイヤルファンブルです。結局あの馬は落ちてしまいましたね、スライムクライムで。さあ、この真ん中にいるのはしばらく時間が経ってからじゃないと動かない勢ですね。さあ、正面から取っていくと、あ、取られた。さあ、猿から取っていく。さあ、ここはうまく逃げていきたい。しかしサボテンがここで待っている。だからまだ動かないでしょう。さあ、真ん中へ逃げる。フェイントをかけたが失敗してしまった。さあ、ロボットが持っているぞ。猿が持った。猿から奪っていく。さあ、残り20秒。ここから真ん中のぐるぐるをうまく使えば逃げ切れる時間です。さあ、降りると見せかけて降りない。フェイントを織り交ぜていきましょう。さあ、残り5秒切りました。
余裕のクリアですね。では次の章に行きます。シーソーゲームですね。よろしくお願いします。さあここはうまく端っこに登っていく。さあ先頭からは落ちていないので落ち着いていけますね。さあここで邪魔する人は今はいないみたいです。さあ馬の後ろをついていく。さあここは無理せず待ちましょう。欲張りました。ちょっとちょっかいを出してしまいました。すいません。ごめんね。さあスライムクライムやっていきましょう。さあここはジャンプ決められるか。失敗してしまった。まあ2回失敗したら結構しんどいですね。今はちょっと無理やり行ってしまいました。さあ、だがまだ時間的には余裕があると。ちょびっとショートカットしていく。さあここはダイブすれば登れますね。おっと当ててしまう。さあ弁慶はいないみたいですね。今日は平和です。さあヒーローが止まってるのが怖いですね。なかなか。さあフォールボールやっていきましょう。6対6です。さあ出だしは悪くない。ここは積極的に攻めていく。さあうまく決めたいところだが、なかなか4人の壁はきついな。お、仲間がうまい。さあこのこぼれ球を決められるか。守りが硬いですね。なかなか。さあ馬がなかなか上手ですね。さあ一旦守備に回りましょう。さあこのフリーになった方を行きたいが、さあ今うちはキーパーがいないので危ないですね。さあこの1点のリードをもっと離していきたいところ。2点目を決めていく。
さあ、鶏を妨害して仲間に任せよう。おっと、キーパーがいない。さあ、この馬が臨機応変に対応してくれてますね。そして3点目をゲットと。さあ、残り30秒。おっと、こっちも守りがなかなか硬い。さあ、いいですね。ロングシュートが決まっていく。さあ、ダメ押しのシュートを決めるが、入らない。さあ、勝利を確信しました。さあ、ファイナルは、ロイヤルファンブルと、先ほど優勝したこの賞でもう一度優勝をつかみ取りたい。さあ、最初はまだ緩やかですね。さあ、尻尾持ちにプレッシャーをかけていく。さあ、馬がさっきのサッカーはうまかったので警戒していきたいところ。見抜かれた。さあ、回転する台に乗って上に登っていくと。さあ、鳩が持っている尻尾を先回りして、おっと、読まれてしまった。うまいな。さあ、残り30秒。慌てずに取っていきたいところ。さあ、登ってくると見た。しかし逃げられてしまう。さあ、残りが13秒と。おっと、もみくちゃになっている。これはチャンス。さあ、取れました。ごちゃごちゃでのゴールでしたね。ありがとうございました。